はじめに相互の礼を行いたいと思いますので全員のご起立をお願いします相互に礼続きまして町民憲章の昭和をお願いします最初に全文を読み上げますのでその後一つと言ったらご章和をお願いします私たちは爽やかな大田川の流れと山の緑に囲まれた 文化の香り高い三木の里の町民であることに誇りを持ち、活力と希望に満ちた町づくりを目指してこの検証を定めます。一つ。一つ。一つ。明るい家庭を作り、優秀年を。一つ。互い助け合い、心の支え合い。<laughs> 一つ決まりを守り、安全で済みか、ありがとうございました、ご着席ください。<laughs> 出席議員が定則数に達しておりますので、ただいまから令和5年9月森町、森町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます発言するとき発言が終了したときにマイクボタンを押すようにお願いしますここでお諮りします森町議会会議規則第51条に会議において発言しようとする者は起立して議長と呼び事故の議席番号を告げ議長の許可を求めなければならないとあります 本定例会は新型コロナウイルス感染症対策を継続するため、着座のまま挙手をして議長と呼び、事故の議席番号を告げ、議長の許可を求めることにしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。したがって発言するときは、着座のまま挙手をして議長と呼び、事故の議席番号を告げ、 議長の許可を求めることにしましたそれでは日程に入ります日程第1会議録署名議員の指名を行います会議録署名議員は森町議会会議基礎第127条の規定によって7番加藤久彦君及び8番中根慎一郎君を指名します 日程第2、会期の決定を議題とします。お分かりします。本定例会の会期は本日から9月21日までの21日間にしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。したがって会期は本日から9月21日までの21日間に決定しました。 日程第3報告事項については、監査委員から例月水悼検査の結果について、<算>失礼、例月水悼検査の結果について、町長から令和4年度、財政健全化判断比率等報告について、第31期株式会社アクティ森 計算書類及び第32期事業目標について、以上3件の報告が来ております。サイドブックス、掲載のとおりですので、ご了承願います。日程第4、議案第58号、専決処分の報告承認を求めることについてを議題とします。 職員に議案を朗朗読読させまます。す、はい。内藤事務局長朗読します議案第58号、専決処分の報告承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり、専決処分したので、道場第3項の規定により、これを報告し、 承認を求める。令和五年。九月一日提出。森町長。太田康夫。以上です。本案について、提案理由の説明を求めます。町長太田康夫君。ただいま、上程されました。議案第五十八号。専決処分の報告承認を求めることについて。提案理由の説明を申し上げます。 令和5年度森町一般会計補正予算第5号の専決処分でございますが活発な梅雨前線と台風2号の接近に伴い6月2日夕方から3日未明にかけて発生した線状降水帯による記録的豪雨により被災しました公共施設等の応急復旧及び復旧に早期の着手をするため 令和5年6月30日に決処分を行ったものであります。お手元にお配りしました参考資料にありますように6月2日の豪雨は連続雨量が大河内観測所での数値で517ミ、mm、リメートル時間最大雨量につきましては太田川ダム管理所観測点での数値で17時から18時に ミメートルを観測しているように連続雨量が昨年の台風15号を上回る記録的な豪雨となりましたさて本補正予算は補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億7260万円を追加し補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 97億3351万9000円とするものであります6ページ第2票地方債補正につきましては被災した農林水産業施設の災害復旧工事に係る測量設計業務委託料の財源として農林水産業施設災害復旧事業を追加し限度額を定めるものと被災した 公共土木施設の災害復旧工事に係る測量設計業務委託料の財源として公共土木施設災害復旧事業を追加し限度額を定めるものでございます。それでは以下、事項別明細書により補正の概要を採出から申し上げます。事項別明細書78ページ。 休館一行四目、水防費160万円につきましては、水防団の出動報酬でございまして、今回の豪雨への対応と出水期シーズンに備え追加計上したものでございます。五目、災害対策費100万円につきましては、土砂の流入などの被害を受けた重家にかかる重家災害復旧事業費補助金で、補助限度額 十一巻一行一目農業用施設災害復旧費3270万円のうち燃料費200万円につきましては農業用水を汲み上げるポンプを回すための発電機の燃料代でございます放道除去等作業手数料2000万円につきましては 農業,用農業用施設にかかる砲土、倒木、排水路の閉塞や水田への土砂の流入に対応するための手数料でございます。測量設計業務委託料1000万円につきましては、被災した農業用施設の西又地区、三倉川、西又用水路、雨宮地区、龍馬ヶ谷、農道の 災害復旧工事にかかる測量設計業務の委託料でございます。二目、林道災害復旧費5520万円のうち、報度除去等作業手数料1000万円につきましては、林道にかかる報度倒木などに対応するための手数料でございます。測量設計業務委託料4500万円につきましては、 林道、栗の島線、杉沢線、帯大西山線、柳沢線、松久保線の五路線8箇所の災害復旧工事にかかる測量設計業務の委託料でございます。9、10ページ、3目、地産施設災害復旧費、1000万円につきましては、地産施設にかかる放土、倒木などに対応するための 放土除去等作業手数料でございます二項一目公共土木施設災害復旧費1億6780万円のうち、報土除去等作業手数料8500万円につきましては、町道の路肩崩壊、土砂の流出、報土倒木除去、排水路の閉塞等に対応するための手数料でございます。 測量設計業務委託料8240万円につきましては、長道カップ線、むくろ線、巡洋河川大東院側の公共土木施設災害復旧工事、および梶島橋架け替え工事にかかる測量設計業務委託料でございます。参考1目、その他公共施設等災害復旧費 430万円につきましては、一宮地区、片瀬地内、および森地区、雨宮地内の町有地で発生したのり面崩壊に伴う、報道除去およびのり面の応急対応を行うための手数料でございます。続きまして、歳入についてご説明申し上げます。5 6ページ 19巻2項1目財政調整基金繰入金1億5千万円につきましては災害復旧費の財源としての計上でございます20巻1項1目繰越金450万円につきましては財源調整としてのとして計上するものでございます22巻1項9目災害復旧債 一億一千八百十万円につきましては、被災した農林水産業施設の災害復旧工事にかかる測量設計業務十カ所分の財源として、農林水産業施設災害復旧債三千五百七十万円と、公共土木施設の災害復旧工事にかかる測量設計業務四カ所分の財源として、 公共土木施設災害復旧債八千二百四十万円でございます。以上が専決処分に係る令和5年度森町一般会計補正予算。第5号の内容であります。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。三番。 佐藤昭孝君はい、えー、佐藤ですお願いします、えー、補正予算第5号お説明書のですね8ページ10ページになります、えー、この中で各課がですね例えば産業課建設課あと総務課、えー、それぞれが報道 除去と作業手数料という名目で、それぞれ補正が作られてございます。これにつきましては、あの、かが違っても内容的には同じような項目で作られておりますが、まあ、管理の違いによって、それぞれ担当する部分が違うというのは、これはよくわかります。しかしながらですね、この先決でやられているこの案件につきましては、 各課がそれぞれ同じような項目で同じような事業等がなさる。この場合のですね、工事業者の選定等についてはどのような形で決められているのか。また補正額については、どういったものを参考にですね、こういった額が決定されたのか。また補正として計上されたのか。この点をちょっとお聞きしたいと思います。 各課でえ予算計上しておるというのは、おっしゃる通りでございまして、まあ、建設課であれば、長度、それから普通河川、重要河川にえかかるものにつきましてのえまあ倒木であったり、浚渫であったり、砲道の除去等で、をえ計上し おるわけでございます、えー、であの業者の選定につきましては、えー、まあその、まあ、建設家が、まあ、産業家と、えー、この業者にしますとかいう相談は特にしてはございませんがまああのその地区によってまあたいその業者さんの精通、えー、している業者さんといいますか地盤といいますかのがあるもんですからまあ例えばその 市宮地区だったらまあどこの業者さん、飯田地区だったらどこの業者さんというものがまあ大体決まっておるというとあれですけれども、のもあって、まあ、そういう選定の仕方および今受けている工事のボリューム等々を勘案した中で、ここの業者さんにお願いをして頼んでいるということをいう流れでやっております。それからですね どういう形で予算計上しているかということでございますけれども、えー、まあ基本的にはあのそこの業者さんから見積もりをいただいて、まあそれを積み上げて予算計上しているという形でございます。以上です。長野産業課長、えー、産業課長です、えー。佐藤議員のご質問にお答えします。 えー、主に、ね、建設課長からあ答弁があったとおりでございます、えーまあ。林道等については、ですねやはりその以前、そこに入って工事を行った業者であるとか、えーまあ、近いところが報道するということもございますので、えー、そういった業者に発注をしているということでございます以上です。 総務課長です。えー、総務課で、えー、報道除去等作業手数料でございますけれども、普通財産として、えー、総務課で管理している場所でございますけれども、えー、こちらのお一宮、雨宮の2箇所につきましては、昨年度のお台風15号でも、お報道があ、のり面の崩壊があった場所でございまして、えー、15号、 の時にお願いした地元の業者さんに見積もりを取って今回もお願いをするということでございます。以上です。三番佐藤明孝君。はい。えー、今のまあ各課長のご説明で。えー 大体分かりましたけれども、ただ、あの、業者さんの選定については、あの、入札等は、まあ、当然、時間等もなくて、えー、できないかもしれない。えー、よって、まあ、ある意味、こう、随形のような形で、えー、業者を決めている。えー、そして、えー、価格等については、業者の、まあ、見積もりをもって、 それをまあ補正として上げているというふうなところで、まあいわゆる当局側がまあ入って何らかの質疑等をするというふうなそういった状況的なものはなかったというこういうことでしょうか。岡本建設課長。はい、建設課長です。まあおっしゃる通り、随意契約という形でございます。 えー、それというのはです、ねあの、国や県からもあのガイドラインが出ておりますけれども、まあ、災害復旧にかかるガイドラインということで、えーまあ、とにかく復旧を早くと、迅速にという観点からです、ね、えーまあ、測量設計業務にしても、このえー、手数料にしてもです、ね、まあ、随意契約で、まあ、やることが認められていると申しますか。まあ 一番早く復旧できる方法で復旧しなさいというのが国や県の考え方でもありましておっしゃるとおり随意契約でやっておりますただ見積もりの中身につきましてはその丸飲みというわけではなくて自分たちでこの積算の内容をチェックした上えでその見積もりを採用して直すべきところは修正していただいて出していただいているということでございます以上です。 長野産業課長。産業課長です。今建設課長の答弁あった通りでございます。以上です。平田課長はよろしいですか。平田総務課長。総務課長です。建設課長の答弁の通りです。 3番佐藤昭孝君、はいえー、ただいまのごとめでよく分かりました、えー、そしてもう1件ですね、最後の1件になりますが、えー、同じく8ページになります、えー、産業化のですね、えー、0001のところの報道除去産業、やっぱ同じ手数料の関係なんですよ、2000万、これにつきましては、先ほど町長の説明の中で、えー、土砂等の流入を、お 流入対応をしているというふうなご答弁がありましたけれども、この流入に対しての対応というのはどんな方法なのか、それをちょっと最後にお聞きいたしたいと思います。 えーまあ、流入、まああ、水田であるとか、あのー、お茶畑であるとか、まあ、主に水田が多いわけでございますけれどもそういったところに騒、えーまあ、なり例えばあ、えー、用水、排水から越水して同時に土砂が入ってきたとか、えー、そういったものについてですね、えー、まあ対応してそこから、まあ そのできるだけその作動を取らないように除去するであるとか、えー、あとはあのー、田んぼのあぜがあ落ちたとかといったものについて、えー、対応しているところでございます。えー、中ににはです、ねあのーあのー、巡回している時に もう水が田んぼのあぜが取れてですね水がどんどん下の田んぼに落ちてるって言った場合はその場でどの音を持ってきて職員で対応するとこういった対応もしているところでございます以上です単に質疑はありませんか五番川岸和歌子君はいこん、えー、川岸です 今回、台風2号による豪雨で、えー、去年の台風15号からの復旧が終わらないうちに、またあさらに災害がひどくなったということで、今回、先決として早い工事に取り掛かっていただいたということです。えー、っと、それでその、うん、今日説明いただきました、えー、説明書の7、8ページの、えー、っと、休館1校。 5目災害対策費のところの災害対策費10か災害復旧事業費補助金20万が5件ということなんですがこれはまあ申請が5件あっての5件なのかまあこのどういう形というかどういう内容の5件なのかということとまたあのまあ災害で自宅に住めなくなって、えー 仮の住居に移ったというような方もお聞きしましたので現状はどうなっているかということを一点お聞きします。えっともう一点が、えー、次のページの、うん、90ページ、えー、っと11館2項の建設家さんの方です。えっとまあ金額が大きいのでえーまあ、報道除去と 作業手数料というのはおそらくもう工事に入っていただいていると思いますが、まあ、何件ぐらいのと箇所になるかということと、まあ、測量設計業務委託料の方の、えー、と無黒ろ線だとかカップ線だとか大東院側であるとか、まあ、橋の橋掛け替えなどの,、えー、の8,240万のこう内訳というかどの箇所にどれぐらいかかっているか教えてください。 小沢防災官。はい、えー、防災官です、えー。川岸議員のご質問にお答えします。休館休館1項5目、えー、災害復旧費、えー、災害対策費のお重災害復旧事業費の補助金の内容件数についてのご質問でございますが。えー その根拠としましてはこの台風2号の豪雨によりましてまず3件の住家への土砂災害がございました加えて昨年の豪雨で被災されました住家について工事の遅れから今回1件の申請がありまして計4件が対象件数として対象件数となっております。 さらにですね当初予算掲示をされた金額以上の支出というものが予想されたためそれと今後の出水期の状況も踏まえまして予算の不足が生じる可能性があるということで申請後ですね速やかに補助金の交付手続きを行うため今回、先決にて 予算要求をさせていただいたということでございます。それと現状ですね。まあ土砂災害等によりまして家屋が家屋の移転を余儀なくされたという状況のおお宅についてでございますが、まずですね、梶島橋の。 災害によりりままして、えーまあ、梶島地区で,、えー2件ですねえー、対象となったお宅があります、えー、そのうちの1軒につきましては町、えー、営住宅の方に、えー、移っていただいているという現状であります。もう1軒につきましては、えー、そのまま、えー、地区に残って生活をしているという現状でございます。 あと亀保地区のお宅につきましてはあも町営住宅の方に移っていただいているということでございます。あともう1件です、ねえー、黒田で、えー、河川の御蔵川の河川の崩壊によりまして、えー、土,砂の土砂崩れによりまして、えーまあ、さらに被災する出水 で、えー、被災する可能性があるというお宅についても一度町営住宅の方に避難していた,だといただいているということでございます、えー、その後のおまあ状況につきましてはちょっと把握はできておりませんがまだ町営住宅の方に生活している方もおるということでございます、えー、以上です岡本建設課長 <laughs> 建設課長です旧、えー、10ページ、えー、11巻、えー、2項1目の、えー、まず手数料の、えー、件でございますが、えー、8500万の内訳といたしましては、えー、道路にかかるもの81件、えー、河川にかかるもの46件、合計で127件分でございます。えー <laughs> で8月末時点での、まあ、進捗具合といいますか、えー、につきましては、まあ、約9割、えー、進捗しているという状況になってございます。それから、えー、その下の測量設計業務委託料の内訳でございますけれども、えー、まずですね、えー、公共土木施設災害復旧事業として申請いたしました、えー、3件でございます。川、えー、大動員がにつきましては 立花地内でございまして、被災延長が59.6メートル、こちらの委託料の予算が1550万円、これは現地の測量と護岸の詳細設計が主な業務でございます。それから2番目が、うどカップ線、カップ地内でございます。被災延長がメートル こちらが490万円ということでございまして、こちらも現地測量と擁壁工の詳細設計というのが主な業務内容です。それから3つ目が、長道むくろじ線、亀保地内でございます、被災延長が65.3メートル、こちらにつきましても、1750万円ということでございます。 業務の中身ですが、こちらも現地の測量、それから擁壁とのり面の詳細設計ということでございます。4つ目が、まあ、もう話にありましたが、梶島橋の架け替えに伴う詳細設計ということでございまして、こちらが4450万と、トータル合わせまして8240万でございます。で、冶島橋の設計業務の内容でございますが、 現地の測量およびボーリング調査、それから仮橋の詳細設計、それから本橋、本橋の予備設計および詳細設計、それにかかります仮設構造物の詳細設計、それから護岸の詳細設計というのが業務の主な中身となっております以上です。 5番、川西若子君。はい、いありがとうございますあの。詳しくいただきましたがやっぱり梶島橋があの結構大変だなと思うんですけれども仮、まあえー、橋そして、えー、と本橋がかかるための,そのスケジュール的なものを教えていただきたいのが1点と,、えー、ともう1点がそのえっ、ー、と。 歳入の方で今回財政調整基金から1億5000万そして災害復旧債を記載して1億1810万ということでこの災害復旧債について今後国からとか交付があるのか ある予定見込みがあるのかっていうことと、まあ,あちょっとわからないですけど、もしあるようならどれぐらいあるのかっていうことをお聞きします。岡本建設課長。はい、建設課長です。加賀議士議員の再質問でございます。鹿、え、児、ー、島橋の、えー、今後のスケジュールということでございますが。えー この先決予算で、まあ、今、えー、設計業務の方を、えー、進めておる最中でございますが、仮、えー、橋をまず今年度かけるということで、仮、えー、橋の予算を、えー、補正予算の方に、えー、載せさせていただいております。えー 六、はい、号補正の方うで計上、えー、させていただいております、えー、で仮橋を5年度中に、えー、完了させまして、えー、6年度に予算におきまして、えー、本橋の、えー、下部港ですね、えー、こちらの工事予算、それから、えー、令和7年度予算で最終の上部港の予算というスケジュールで動いております。 まあ、こちらの、えー、方針とか、えー、工事の工程等につきましては、まあ、あの地元の方とも、えー、一応話をです、ね、あのさせていただいておりまして、えー、7月ですけれども、まあえー、この掛け替えの方針と工程につきまして、まあ、あのスケジュールを全個に配布したと鍛冶、えー、島町内会の全個に配布したという状況になっております以上です。 佐藤企画財政政課課長長、えー、企画財財です、えー、と財源の関係のご質問です、えーまあ、財庁、それから、えー、記載のお今回、えー、財源、打ち明けとして計上してございますけれども、えー、今後です、ね、国からの交付、まあ、があるのかというお問い合わせですが、えー、これにつきましてはです、ねえー、8月のお25日に、 この災害については激甚災害ということで、閣議決定がされまして、8月30日にですね交付施行されております。ですので、これに沿った形で,で、補助金等のかさ増しというのが考えられるかなと考えておりますが、基本的にはどれぐらいかさ増しされるのかというところは、現時点では不明でございます。例えば、昨年度の実績で申しますと、激甚支店によって委託費のですね、 一部が国庫補,補助対象となっておりますけれども、まあ、そういったところにつきましてもです、ね、えー、現在未定でございますので、そこにつきましてはあの、状況分かりしだい、予算編成等の中で,です、ね、計上していくものについては、また計上させていただきたいと、そんなふうに考えております。 6番岡戸昭雄君6番岡岡君です、えー、と今、川岸議員の方からも、えー、少し質問があったところで、ペあー10ページのところの、まあ、その測量設計委託業務ということで、梶島橋の件です。 スケジュールの方も出されているということですけれどもあの一点この内容についてお伺いします。であのまあ,あの川向こうに2世帯こう住居があって、まあ、そこの人たちがこう行き来するための橋が主だと思いますけれども、まあ、ちょっと一般的なことでお伺いしますけれども、まあ、その今回まあ2件ぐらいで、えー、まあ 利用頻度としてはそこのの住民の方がが行き来すする橋が主だと思いますでそうした時にこう、まあ、例えば何十軒も何百軒もその川向こうにあってこう交通の行き来が頻繁に行うそれとか大型車両が通るような、まあ、ケースと違うのと思われるので、まあ、そういった時にその,その橋の規模といいますか耐荷重というか、まあ、そういったのをこう選定する。 何かこう基準といいますか、そういうなのがあるのかどうか。で今回はどのようなこの規模の橋を、えー、想定しているのか、そこら辺を少しお伺いします。岡本建設課長。はい、建設課長です。ただいまの岡戸議員のご質問にお答えいたします。まずですね、橋の利用頻度ということで、まあ2軒の住宅ということはもちろんでございますが。 え対岸にはですねえ茶畑だったりえまあ野菜等を作っている畑であったりえまた山林がありえさらにはですねあの地区のえ飲料水供給施設の水源がえこちらにあるものですからまあそちらの管理にも必要とえいうことがございますえまあですので掛け替え事業についても町内会全域にアナウンスしたという状況でございます。それからあの橋の えー、基準ということで、えー、お話がございましたが、えー、こちらにつきましては、えー、道路構造令もしくは、えー、道路橋司法書というものに、えー、の基づきまして、えーまあ、当然大型車両は少ない橋ですので、えー、荷重条件が、まあ、2種類あるんですが A 滑荷重 B 滑荷重という 2, 2種類あるんですが 大型車両の交通が少ないということで A かつ荷重の適用を考えておるところでございまして今そそちらの条件で設計の方も進めているという状況でございます以上です他に質疑はありませんか十一番西田明君、はいえー、1十ページ 総務課の報道除去作業手数料でございます、まあこれは一宮片瀬の太陽光が設置されているところの斜面だと思いますがあの担当課に何度もですねお願いするんですがこの河川に沿って地域の排水 ままた用水水として流れる水路がございますでこの水路は西,本で西へあの川島さんっていう家があるんですけどその堤防の下を通って西本で上がっていく水路になっています。ですから一定の水がないと下へは流れていきません。でこの 報道がですねこの水路にですねこの災害も普段も入るには入るんですがこの災害で続けても去年から今年にかけて何度も土砂を取らないと下へ水が行かないという状況になってましてなんとかしてもらえないかと言っておるんですがなかなかその方に対しての 対応がななされていなくていく非常に困っているわけですけれども、まあ、今回も応急的な土のを積んでの大型土のを積んでということでやっておりますがその辺どんなふうにこの水路に関して考えてもらっているのかちょっとお伺いしたいなと。 思います平田総務課長。 総務課長です。西田議員の質問にお答えをさせていただきます。えーまあ、台風15号、昨年9月に発生して、乗、えー、り面の崩壊があったということで、うんえー、大型土納で仮復旧をさせていただきました。で6月にも、その、 北側と南側の報道のあった15号で報道があった間がまた報道したということでこれについても大型土のうで仮復旧をするという予定になっておりますで、まあ、仮復旧でありますのでどういう形で本復旧をしていくかというのは現在検討中でございましてまだ本復旧の具体的なやり方についてはまだ検討中ということで決まってます。 いないというような状況でございます以上です11番西田明君こう対応庫として借、えー、地している会社の方はどのようなことを今回の報道に関してどのようなことを求めているのかまた、えー、その借り主は借り主として何かを 手を打つのか、そういう辺はどうなっているか聞きます。お聞きします。平田総務課長。総務課長です。西田議員の再質問にお答えをします。え 上部に太陽光が設置をされているというようなことでございます。で、業者等は連絡を取って、今、今回、まだ具体的に業者さんの考え等々はお伺いしていないものですから、連絡を取って、話し合いを持つということで、業者さんと話し,話し合いを持つと。 いうことで、業者さんの方から都合がいい日程を現在、お聞きをしている最中で、今、その太陽光をやっている業者さんの意向、考え方等々につきましては、今後、話し合いの中でお聞きしながら、先ほど言った本復旧について、どのようにしていくかというものを検討をしていきたいというふうに考えております以上です。 11番西田明君もう一点最後にこのフォードしたその下の平らな部分この部分の利用っていうか何かその使うような計画を持ってもらえばねそこを今の私が言った水路への土砂の流入もある程度は 解決する部分があるんじゃないかと思うんですがこの跡地の利用っていうのは全然何か考えるっていうことはないです平田総務課長。 現在総務課、総務課長です、西田議員の再質問にお答えします。現在、総務課で普通財産として管理をしている場所であります。で、業者さんが使いたいということであれば、お貸しをするということでありますけれども、役場として何らかの事業に使っていくというような計画は現在ございません。以上です 何質疑はありませんか。二番、清水健一君。はい、二、えー、番清水でございます。えっとあの私の方からまあ質問というか確認というか、そもそも今回この専決処分を六月の三十日に まあ、先決処分されていますけれども、えーまあ、時間的な要するに議会を招集するに時間的な余裕がないということにはなるのでしょうが例えば6月30日ということで例えばその6月の議会に間に合わなかったのかもしくは7月に、えーまあ、臨時でもあのー、起こして、えーまあ、議会をに通すということの考えはなかったのかということを まあ、もしはもう今回、この選決になったということの、えー、まあ理由を教えてください。佐藤企画財政課長、えー。企画財政課長です。選、え、挙、ー、処分の理由ということについてでございます。これ、9月議会の最終日で,です、ねえー、概算につきましては、えー、と出ておりました。 ああ失礼しました、えっと、6月議会の最終日で、ですね、えー、概算は出ておりましたけれども、えー、予算書として、ですね、まあ、整える事務というのがちょっと間に合ってなかったものですから、えー、そういった意味で議会終了後の30日に専決をさせていただいたというところでございます。まあ、あくまでも災害復旧でございますので、えー、スピード感に配慮した対応が求められるということもあって、えー、6月30日ということで、選決をさせていただいたというところでございます以上です。 佐藤企画財政課長えすみませせんと、追加で、えー、お答えをさせていただきます、えー、災害査定、国における災害査定のです、ねえー、に向けて、えー、準備をするという必,、えー、必要もございましたので、えー、そこにつきましては7月ではなくてです、ねえー、6月中に専決をさせていただいて、えー、7月以降のです、ね、災害査定の準備に専念をさせていただきたいということで、えー、この日付で専決をさせていただいたというところでございます以上です。 単に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これから議案第五十八号を採決します。 本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います起立全員ですしたがって議案第58号は原案のとおり承認されました日程第5議案第59号森町教育委員会委員の任命についてを議題とします 職員に議案を朗朗読読させまます。す、はい。内藤事務局長。朗読し議案第59号、森町教育委員会委員の任命について、下記のものを森町教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条第2項の規定により、 議会の同意を求める。木氏名。宮崎巴。令和五年九月一日提出。森町長。太田康夫。以上です。本案について。提案理由の説明を求めます。町長太田康夫君。ただいま、上程されました。議案第五十九号。森町教育委員会委員の任命について。 提案理由の説明を申し上げます。本案は現教育委員の鈴木伸子氏が令和5年9月30日をもって任期満了となり退任することに伴い新たに後任の教育委員として宮崎智恵氏を任命したく地方教育行政の組織および運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき 議会のの同意をお願いすす。るものであります鈴木氏におかれましては平成25年10月1日に就任されて以来10年間森町の教育の振興にご尽力いただきましたことに対し心からお礼申し上げる次第であります。今回鈴木氏の後任としてお願いする宮崎氏は経歴書のとおり森町森401番地に住所を有し 人柄が良く幅広い知識と公平な判断力を持っておられる方であります。また保育園での勤務経験もあり2人のお子様の保護者として学校活動に関わり平成17年度には森小学校の PTA 副会長を務められその後森小学校学校評議員や森小学校森中学校の学校運営協議会委員として 現在も献身的にご活動をいただいております女性の視点からの教育行政に対する積極的な関与も期待されより一層町の教育の振興に貢献していただけるものと確信しておりますなお任期は令和5年10月1日から令和9年9月30日までの4年間となります 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お分かりします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。 異議なしと認めます。これから議案第五十九号を採決します。本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第五十九号は同意することに決定しました。日程第六議案第六十号。 森町組織条例の一部を改正する条例についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、議長。内藤事務局長、朗読します。議案第65号、森町組織条例の一部を改正する条例について、森町組織条例（括弧昭和36年森町条例第7号（括弧るの一部を） 改正する条例を別紙のとおり制定したいから地方自治法第96条第1項第 1, 第1号の規定により議会の議決を求める令和5年9月1日提出森町長太田康夫以上です本案について提案理由の説明を求めます <laughs> 町長太田康夫君ただいま上程されました議案第60号森町組織条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます本案は令和6年度機構改革を実施するための条例改正であります具体的に申し上げますと 政策企画課を新設し、企画部門、広報部門、デジタルトラ,ンストランスフォーメーション部門で組織いたします。また、財政課を企画財政課の財政部門、総務課の契約関財部門で組織いたします。さらに、総務課には統計部門など企画財政課の一部の業務を移行いたします。 これらの機構改革を実施することにより、組織横断的な総合調整、町長特命事項の企画立案等機能強化、住民がシビックプライドを醸成するシティプロモーションの強化、デジタルトランスフォーメーションによる住民サービスの向上、業務効率化を推進することで、多様化する行政ニーズに、 迅速かつ柔軟に対応し町民が進み続けたいと思える森町づくりを目指します以上提案理由の説明を申し上げましたがよろしくご審議をお願い申し上げます日程第7議案第61号森町手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします 職員に議案第61号、森町手数料条例の一部を改正する条例について、森町手数料条例、括弧平成12年森町条例第2号括弧閉じるの一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいから、 地方自治法第96条第1項第1号,第1号の規定により、議会の議決を求める令和5年9月1日提出、森町長大田康夫以上です <coughs> 本案について提案理由の説明を求めます町長、太田康夫君。ただいま上呈されました議案第61号。 森町手数料条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます本案は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正により個人番号カードにおける電子証明書がスマートフォン移動端末設備にも搭載可能となったことに伴い 個人番号カードを携帯していなくても、電子証明書を搭載したスマートフォンを利用して、所得課税証明、印鑑登録証明、及び住民票について、コンビニエンスストアでの交付が可能となることから、条例の一部を改正するものであります。なお、施行期日は規則で定める日とするものであります。 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。日程第8、議案第62号、森町印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。議案第62号。 森町印鑑条例の一部を改正する条例について森町印鑑条例括弧昭和50年森町条例第3号括弧閉じるの一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいから地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める令和5年9月1日提出森町長 太田康夫、以上です。本案について提案理由の説明を求めます。町長、太田康夫君。ただいま上程されました議案第62号、森町印鑑条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。本案は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の 認証業務に関する法律の改正により、個人番号カードにおける電子証明書がスマートフォン移動端末設備にも搭載可能となったことに伴い、個人番号カードを携帯していなくても電子証明書を搭載したスマートフォンを利用して、コンビニエンスストアで印鑑登録証明書の交付ができるように条例の一部を改正するものであります。 なお施行期日は規則で定める日とするものであります。次に浜松市、岩田市、袋井市及び湖西市と森町との間の証明書等の交付等の事務委託の廃止について本庁を含むご市長で議決されたことにより証明書等の交付等に関する事務の委託の廃止に係る協議書を各市長官において 八月一日付で締結いたしました。これに伴い、ご市長官での証明書の交付についての規定を削除するものであります。なお、施行期日は令和六年四月一日とするものであります。以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議をお願い申し上げます。日程第九、議案第六十三号。 令和5年度森町一般会計補正予算、第6号を議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長。朗読します。議案第63号、令和5年度森町一般会計補正予算、第6号、じる地方自治法第218条。 1> 第1項の規定に基づき令和5年度森町一般会計補正予算、第6号閉じるを別紙のとおり提出し、同法第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める令和5年9月1日提出、森町長、太田康夫、以上です。本案について、 提案理由の説明を求めます。町長、大田康夫君。ただいま上程されました議案第六十三号。令和五年度森町一般会計補正予算第六号について。提案理由の説明を申し上げます。本補正予算は補正前の歳入歳出予算の総額に。歳入歳出それぞれ。五億八千六百飛び六万一千円を追加し。 補正後の歳入・歳出予算の総額を、歳入・歳出それぞれ100飛び3億1958万円とするものであります。また、8ページ第2票、債務負担行為補正でございますが、まず、森町体験の里運営コンサルティング業務委託料について設定するものでございます。森町体験の里アクティ森につきましては、 施設の現状把握と課題整理および課題解決と指定管理者である株式会社アクティ森の組織力の強化を図る必要があるためコンサルティング業務の委託を行うものであり委託期間は1年を想定し債務負担行為に追加すするものでございます次に公共土木施設災害復旧工事について設定するものでございます。 6月2日から3日の豪雨により被災した、長道、鹿児島、大久保線、梶島橋の仮橋、仮設、撤去工事につきましては、工事期間は約2年半を要すると想定するため、債務負担行為に追加するものでございます。次に9ページ、第3表、地方債、補正でございますが、地方道路等整備事業につきましては、 梶島地内、林道栗の島線2カ所、大鳥市内、林道帯大西山線、三倉地内、林道松久保線の超単独林道新設改良事業の林道整備工事の財源として、限度額を増額変更するものでございます。また、緊急自然災害防止対策事業につきましては、休憩車地崩壊対策事業として実施する 区域指定申請図書作成業務委託、及び超単独河川改修事業として実施する、巡洋河川、椿沢川、普通河川、船場川改修工事の財源として、限度額を増額変更するものでございます。加えて、農林水産業施設災害復旧事業、公共土木施設災害復旧事業につきましては、 6月2日から3日にかけての豪雨により被災した農林水産業施設及び公共土木施設の災害復旧工事の財源として限度額をそれぞれ増額変更するものでございます。<coughs> それでは以下事項別名最初により主な補正の概要を採取から申し上げます。9・1 0ページ 二巻一項五目財産管理費3150万円のうち説明欄0003基金積立金100万円につきましては民生費寄付金を子ども応援基金に積立てるものでございます0004遠州の商教とリノベーション推進事業150万円につきましては遠州の商教とリノベーション推進計画に基づく事業で 旧サザンカ層跡地において街並みを一望できるようにするための支障牧等伐採手数料でございます。0005気候改革関連経費2900万円につきましては議案第6、議案第60号にて提案いたしました気候改革に関連し、庁舎フロアを改修するための修繕費や進化設置や配置転換に合わせ、 オフィス重機等を更新するための諸備品購入費等でございます。1112ページ「三巻一項一目社会福祉総務費180万円につきましては遠州の小京都リノベーション推進計画に基づく事業で安山,安山公園において眺望を楽しめる空間づくりのための支障牧等伐採手数料等でございます。 4巻1項5目診療所費1億円につきましては本年度途中の資金状況を勘案し公立森町病院の経営基盤強化のため繰り出しを行うものでございます6巻1項6目山村振興費468万5万五千円につきましては三倉薄葉茶業振興組合が実施する複合型常用管理器アタッチメント付き 一台の整備事業に対する山村振興地域、茶業振興整備事業補助金でございます。十三十四ページ。二項二目、農地事業費百とび六万七千円につきましては。一宮用水機場水利組合の管理する。農業用パイプラインにおいて。四月二十三日に漏水が発生し。緊急に復旧工事を行い、対応しましたが。 この事業について県の補助事業の対象になることが分かったことから町を通じて補助するための基幹農業水利施設緊急突発事故復旧事業費補助金でございます参考三目林道新設改良費6000万円につきましては林道栗の島線2カ所林道帯大西山線林道松久保線の路肩改良等の 林道整備に係る工事請負費でございます七巻一項五目森町体験の里振興費380万とび3,000円につきましては故障した屋外時計と旧工房島の屋根の雨漏り修繕を実施するための修繕費160万とび3,000円と森町体験の里アクティ森の現状把握と 課題解決のための助言提案をいただくための森町体験の里と運営コンサルティング業務委託料220万円でございます。1516ページ8冠1項一目土木総務費895万4千円につきましては黒石地区において休憩,休憩者地崩壊対策事業を実施するにあたり県の休 傾斜地崩壊危険区域指定が必要となることから区域指定と、区域指定申請図書作成業務委託料を計上するものでございます。二項二目道路維持費1850万円につきましては、緊急性を要する道路の維持管理、および舗装、補修等に対応するため、追加をお願いするものでございます。 3目、道路新設改良費350万円につきましては、緊急を要する改良に対応するための無指定工事費でございます。3項2目、河川維持改修費2814万1万一千円のうち、説明欄0001河川維持管理費214万1千円につきましては、洪水などに伴う堆積土砂により、 河川の通水能力が低下することから、排水路等の浚渫作業等、手数料等をお願いするものでございます。ページをめくりまして、0002超単独河川改修事業2600万円につきましては、か島地内、巡洋河川、椿沢川改修工事、およびお丸地内、普通河川、船場川改修工事に 2,350万円と近年多発している局地的豪雨等による被災が危惧されるため改修工事等を行う無指定分250万円をお願いするものでございます5項一目住宅管理費1,680万円につきましては木造住宅耐震改修事業につきまして今後予定される申請に対応するため 高齢者等世帯12件分の補助金の追加をお願いするものでございます10巻1項2目事務局費2300万円につきましては森町小中学校跡地利活用に係る旧専用中旧三倉小旧天形小の雨漏り修繕や遊具等撤去電気設備改修 および水道設備改修の経費でございます六甲三目文化振興費124万1千円につきましては茶業史返算にかかる会計年度任用職員報酬でございます本年度上半期の観光を予定しておりましたが大幅に作業が遅れているため年度末までの報酬の追加をお願いするものでございます19 20ページ 11巻1項1目農業用施設災害復旧費600万円につきましては6月2日から3日の豪雨により被災した龍馬ヶ谷農道の農業用施設災害復旧工事でございます2目林道災害復旧費1億円につきましては6月2日から3日の豪雨により被災した梶島地内の 林道栗,栗の島線及び亀久,保亀久保地内の杉沢線にかかる現年発生林道補助災害復旧工事3カ所分を計上するものでございます。二項一目公共土木施設災害復旧費1億7500万、1億7540万円のうち説明欄0001 公共土木施設災害復旧事業3540万円につきましては、6月2日から3日の豪雨による災害対応の追加分として、報道除去等作業手数料500万円と、ちょうど鹿島大久保線の鹿島橋、仮設、鹿島橋、仮橋仮設撤去工事にかかる公共土木施設災害復旧工事、 0002 000原年発生公共土木施設補助災害復旧事業1億4,000万円につきましては6月2日から3日の豪雨により被災した長道カップ線ムクロジ線および巡洋河川大東院側にかかる原年発生公共土木施設補助災害復旧工事3カ所分でございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。5、6ページ。15巻、1項4目、災害復旧費、国庫負担金、8937万8000円につきましては、現年発生、公共土木施設、補助災害、復旧事業に対する国の負担金でございます。2項4目、 土木費、国庫補助金、600万円につきましては、木造住宅、耐震改修事業に対する国の補助金でございます。6目、教育費、国庫補助金、122万1千円につきましては、小中学校の感染症対策経費に対する国の補助金でございます。16巻、二項4目、農林水産業費、県補助金、 467万七万一0につきましては、三倉薄葉茶業振興組合が実施する複合型常用管理機整備事業に対する中山間地域農業振興整備事業費補助金、および一宮揚水機場水利組合の農業用水パイプライン漏水の復旧工事に対する基幹農業水利施設、 緊急突発事故復旧事業費補助金でございます。5目土木費兼補助金882万9000につきましては木造住宅耐震改修事業及び休憩者地崩壊対策事業に対する兼補助金でございます。8目災害復旧費兼補助金9000万円につきましては 現年発生林道補助災害復旧事業に対する県補助金でございます。十八巻一項四目民生費寄付金百万円につきましては浜松市の特使者から子どもの貧困対策への活用目的でいただいた寄付金で低所得世帯と児童の 給食費等助成金の財源として活用させていただくものでございまして寄付金は子ども応援基金へ積み立て事業に応じて繰り入れを行うものでございます7・8ページ19巻2項1目財政調整基金繰入金4500万円につきましては災害復旧費等の財源として計上するものでございます 7目、ふるさと応援基金繰入金2630万円につきましては、円州の小京都リノベーション推進事業と並行公社等整理事業の財源として計上するものでございます。20巻一項一目、繰越金1億4000飛び34万円につきましては、財源調整としての計上であります。22巻一項三目、 農林業祭5400万円につきましては林道栗の島線2カ所林道帯大西山線林道松久保線の超単独林道新設改良事業の林道整備工事に対する地方道路等整備事業祭でございます五目土木祭2840万円につきましては超単独河川改修事業として実施する 巡洋河川椿沢川普通河川船場川改修工事および休憩者地崩壊対策事業として実施する区域指定申請図書作成業務委託に対する緊急自然災害防止対策事業債でございます。9目災害復旧債 8, 万円につきましては、 6月,しし6月2日から3日の豪雨により被災した農林水産業施設および公共土木施設の災害復旧工事に対する農林水産業施設災害復旧事業債および公共土木施設災害復旧事業債でございます。以上が令和5年度森町一般会計補正予算第6号の概要でございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。日程第十。議案第六十四号。令和五年度。森町国民健康保険特別会計補正予算。括弧第二号を議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、議長。内藤事務局長。朗読します。 議案第64号令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算括弧第2号括を閉じる地方自治法第218条第1項の規定に基づき令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算括弧第2号括弧閉じるを別紙のとおり提出し 同法第96条第1項第2項の規定により、議会の議決を求める令和5年9月1日提出、森町長大田康夫以上です本案について提案理由の説明を求めます町長大田康夫君ただいま上呈されました議案第64号。 令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算第2号について提案理由の説明を申し上げます。本補正予算は補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ479万4千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億 7,771,000円とするものであります以下、事項別明細書により補正の内容を採出から申し上げます7、8ページ一貫一項一目一般管理費275万円につきましては出産の予定がある非保険者または出産をした非保険者を対象として出産予定月を含めた前後 4ヶ月間の当該非保険者にかかる国民健康保険税の所得割と均等割を免除する制度が令和6年1月から施行されることに伴い対象者の国民健康保険税の付加計算等を法改正に沿って実施するためのシステム改修委託料でございます発刊一項三目償還金 二百飛び四万四千につきましては、令和四年度の実績に基づき、第三者行為等にかかる生産により、保険給付費等交付金を県に返還するものでございます。次に歳入について申し上げます。五、六ページ。七回一向一目、前年度繰り越し金四百七十九万四千につきましては、 財源調整としての計上でございます以上が令和5年度森町国民健康保険特別会計補正予算第2号の内容でございますよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます日程第11議案第65号令和5年度森町介護保険特別会計補正予算括弧 1> 第一号を議題とします。職員に議案を朗読させます。はい、内藤事務局長、朗読します。議案第65号、令和5年度森町介護保険特別会計補正予算（括弧第一号括弧）閉じる。地方自治法第218条第1項の規定に基づき、令和5年度森町 介護保険特別会計補正予算、括弧第1号括弧じるを別紙のとおり提出し、同法第96条第1項第2号の規定により、議会の議決を求める令和5年9月1日提出、森町長、大田康夫以上です。本案について、提案理由の説明を求めます。町長、大田康夫君。 ただいま、上訂されました、議案第65号、令和5年度森町介護保険特別会計補正予算、第1号について、提案理由の説明を申し上げます。本補正予算は、補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6000万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ23億、とび、 万千とすするものであります以下、事項別明細書により、補正の内容を採出から申し上げます。7、8ページ。五巻一項一目。保険給付支払い準備基金、積立金、6千万円につきましては、令和4年度の介護保険特別会計の決算剰余金の一部を、 保険給付支払い準備基金へ積み立てるものでございます。続きまして、歳入についてご説明申し上げます。5、6ページ、発刊一行一目、繰越金6000万円につきましては、令和4年度の繰越金の一部を保険給付支払い準備基金に積み立てるための財源としての計上でございます。 以上が令和5年度森町介護保険特別会計補正予算第1号の内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。日程第12、議案第66号、令和5年度森町病院事業会計補正予算、第2号を議題とします。職員に議案を朗読させます。 内藤事務局長朗読します、議案第66号、令和5年度森町病院事業会計補正予算、括弧第2号、括弧閉じる地方自治法第218条第1項の規定に基づき、令和5年度森町病院事業会計補正予算、括弧第2号、括弧閉じるを別紙のとおり提出し、 同法第九十六条第一項第二号の規定により。議会の議決を求める。令和五年九月一日提出。森町長太田康夫。以上です。本案について、提案理由の説明を求めます。町長太田康夫君。ただいま上程されました。議案第六十六号。令和五年度。 森町病院事業会計補正予算第2号について提案理由の説明を申し上げます。本補正予算の第2条につきましては、予算第3条で定めた収益的収入及び支出の予定額の収入について、第1項病院事業収益第2項異業外収益1億6846万8000円に1億円を追加し、2億 6, 万 8, 円とし、病院事業収益の予定額を30億とび 6, 万円とすす。るものでありますこの異業外収益1億円の増額につきましては9月に企業債元利償還金の支払い等が予定されておりそれに伴う運営資金として一般会計からの高い計負担金として計上するものであります。 第4条につきましては予算第9条で定めた高い家からの出資金及び負担金の額を1億円増額し4億7千万円とするものであります。第5条につきましては予算第6条で定めた一時借入金の限度額を1億円減額し6億7千万円とし補正前の予算に第5条を追加して 債務負担行為を設定すするものでありますこの債務負担行為の設定につきましては、現在行っている患者休職業務委託について、契約期間が令和5年度末で終了することに伴い、経費削減を図るとともに、業務の質をさらに向上させるため、プロポーザル方式により業者を決定し、次期契約期間を 令和6年度から令和8年度までの3年間とするもので、令和6年4月から円滑に業務,を業務を行うための準備期間が必要となることから、債務負担行為を設定するものであります。以上申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。